はい、ということで皆さんお疲れ様です。エントです。今回はこちらのキャラファイナルファンタジー7からセフィロスについて VIP に行くために必要だった立ち回りをご紹介していきます。では、これから説明する目次についてですが、まず最初にこれだけは覚えておきたい必須テクニックとしての、崖際のセットアップ、次に、セフィロスの使用を考慮した立ち回り上の意識について、その後、基本的な立ち回り、肩役状態での立ち回り、そしてバーストタックについて最後にまとめという形でお伝えさせていただければと思います。では早速必須テクニックについてですが、崖際での NB 最大ためメガフレアからの上スマッシュになります。もし相手が崖を離していて2回目の崖つかまりをするようであれば上 B 最大ためのハット一斉をお見舞いしてあげましょう。こちらなんと崖下を拾ってしまうのでそのままバーストになったりします。ちょっと補足としまして、なんとこの NB 弾の状態ではフォックスのリフレクターの反射やネスのサイマグでの吸収が可能なんですが、爆発部分は物理判定になっているので、反射吸収ができません。相手に反射する余裕がなければ、爆発に巻き込む形で撃つこともできちゃいます。その他この行動の強いところとしまして、 NB のマックスための範囲と持続が長すぎて崖付近、崖下の復帰であれば掴む前に当たってしまうことがあるんですね。もちろん崖掴まりのリフレームにも刺さります。で、崖を掴んでいたとしてもその場上がり以外の復帰を全て潰せます。さらにたとえその場上がりを選択していたとしても、タイミングよくその場上がりからのガードを選択しないとかわせません。このタイミングを合わせること自体がそもそも難しくて、さらに NB を全てガードした上でどのスマッシュでも当たってしまうと、確定でシールドが割れてしまうので、相手がその場上がりでの無敵を使い切れずにガードしきってしまうとそのままワーストまで持ってきたりします。いずれにしてもこの展開にさえ持っていければかなりの有利展開を維持することができます。で、気をつけるべきところとしては、相手が崖をつかむまでに NB を最大まで貯めることができるかどうかっていうところの見極めですね。もし相手が早めに崖をつかんだ場合はジャンプ上がりで反撃が来て、取られてしまうんで気をつけてください。では次にこのファイターの基本となる立ち回りについてご紹介いたします。まずこのセフィロスというキャラクターについてですが、他の剣キャラに漏れず剣のリーチを生かしつつ相手との間合いを常に保ち続けることで強さを発揮できるファイターとなっています。具体的には攻めるときも引くときも常にちょうど空前のクリティカル部分が当たるくらいの間合いを保ち続ける意識ができると強いです。これなんでかって言いますと、特にセフィロスの場合は剣キャラの中でも後輩リーチで戦うファイターとなってまして、リーチが長い分攻撃の前隙と後隙も多めに設定されてるんですね。なんで相手に近づかれすぎると攻撃前後の隙で簡単に確定反撃をもらってしまいます。なんで間合い管理が最重要項目となってます。その他、横 B のシャドウフレアからの下スマッシュや NB マックスためからのスマッシュなどシールド削り性能がかなり高いんで、立ち回り上相手のシールドブレイクやガード漏れを誘うような、意識ができると、さらに楽に展開を作ることができます。それでは、基本となる立ち回りとして具体的にどのように行動するかっていうことについて触れていきます。ここからが、今回の動画の肝ですね。まずは、小ジャンプ空前急降下で相手のジャンプ攻撃やステップに対して、牽制をしていきましょう。相手がガードをするようであればガードを張らせ続けることで、ガード漏れも狙うことができます。で、この空前で、牽制している際に相手がジャンプをしないで地上から近づいてくる場合、もしくは、そもそも空前が与えづらい、姿勢の低いファイターだった場合は、横強の間合いをキープしながら、横強で相手のステップを狩るようにします。ここで横強のクリティカル部分よりも近づかれるようであれば下強でめくりながら、間合いを保つようにしましょう。もし、その際に、相手に背中を向けている場合には空エネで離れる感じです。で、自分が空前、空後などの、空中の引き行動をしている最中に相手が地上から攻めてくる場合は横強が打てないので、横 B の、シャドウフレアになります。その他、この横 B ですね、横 B は、攻撃の範囲が広いので、序盤から中盤は着地狩りなんかに利用してあげると後の展開は楽にできます。これが、終盤だと、NB の2段階ダメでの着地狩りに変わります。
あとは、地道に崖狩りまで追い込むことができれば、最初にお伝えした崖 NB の最大ためからの上スマッシュ、もし相手が崖を離して2回目の崖捕まりをする場合には上 B 最大ためによる崖狩りの、コンボセットで撃墜まで持っていくことができます。ちなみに、基本となる小ジャンプ空前急降下でもし相手にダウン展開を取ることができればそのまま DA のダッシュアタックが確定するんで、こちらも狙えると、火力を稼ぎやすいです。で、ここまでが基本の立ち回りとなります。この他横 B のシャドウフレアを当てた場合ですが、相手はガードが多めになることが多いので、基本的にはシャドウフレアの弾の発動に合わせた下スマッシュで、ガードブレイクを狙いつつ掴みを通して、火力を稼いでいきましょう。で、シャドウフレアが2つ以上ついていた場合は下スマッシュでシールドブレイクが確定します。1つの場合でも少しでもね、シールドが削れていればシールドブレイクになるのでかなりのプレッシャーを与えることができます。なんでシャドウフレアが当たったらとりあえず下スマッシュを狙っていると、バーストにつながりやすいです。また掴みにつきましてはステージの、掴んだ位置によって上投げの空 N か、後ろ投げの空後を選択するようにしましょう。ステージの外に出せる方を選択する感じです。以上が、通常の立ち回りとなります。次に、肩役状態での立ち回りです。このキャラの仕様として自分がピンチ状態になると肩役状態となります。この状態だといくつか精度にボーナスがつくんですね。まとめて箇条書きにすると、こんな感じです。基本的な立ち回りは通常時と変わらないんですけども、相手がバースト帯でかつ浮かせることができた場合、着地狩りにスーパーアーマーを利用した上スマッシュを使っていくようにしましょう。空中からの相手の攻撃と勝ち合ってもアーマーでご利用することができるので、肩役状態では上スマッシュの使用をおすすめします。補足としてスマッシュ時のスーパーアーマーは 24% まで耐えることができるので、ほとんどの攻撃はスマッシュも含めてアーマーで耐えることができます。耐えることができないのはガノンやドンキ、クッパなどの、重量級の横スマッシュや、最大ため系統の攻撃、サムスのチャージショットやミュウツーのシャドーボールなどが当たります。ちなみに下 B のカウンターも耐久値は 25% 以下で、肩役時のアーマー 24% と 1% しか違わないため、肩役時のスーパーアーマーと同様ほとんどの攻撃はカウンターすることができます。では次に、バーストタックについてお伝えします。基本的には相手が 110% を超えたら空後か横強、上スマッシュなどでバーストが狙えます。また着地狩りに対する NB の2段階ためでもバーストの手段としては有効です。こちらも同じく 110% を超えたラインで狙えます。その他最初にお伝えしたコンボセット、崖際の NB マックスダメからの上スマッシュ、2回目の崖捕まりに対する、上 B の最大ためについてなんですけども、こちらはもしもあの NB 最大ため自体が直接当たってしまうと崖際 10% でも撃墜が狙えてしまいます。ちなみに上 B の最大ための方だと 70% 前後で撃墜できます。ここでもう一つバース策として優秀なのが下 B のカウンターになります。カウンターする、技の威力にもよるんですけど、DA、ダッシュアタックなどをカウンターすると、90% 前後でも撃墜を狙うことができます。ここに対して、肩役状態だと、各技のバースト帯が大体 20% ずつぐらい、引き下げられる感じになりますので、90% 前後で空砲や横強、ウエスマッシュ、着地外の NB2 段階ダメがバーストタック。で、70% 前後でカウンターといったような形です。バーストアタックについてまとめると、通常は 90% を超えたらカウンターでの撃墜を視野に入れつつ、 110% に達したら通常の立ち回りの空前に空後を織り交ぜながら引き横強で牽制、着地狩りには NB2 段階ダメでバーストを狙う形になります。これに対して肩役状態になったら全体のバースト帯が 20% 引き下げられると覚えておくと、撃墜につながる技を振りやすくなります。では最後に全体を通してまとめということで、基本的には攻めるとき引くときのどちらについても常に空前のクリティカル部分が当たるような間合いを保つことを意識します。その上で相手のジャンプ攻撃やステップに対して牽制をしていきましょう。相手がガードをするようであればガードを張らせ続けることでガード漏れも狙えます。空前で牽制している際に相手がジャンプをしないで地上から近づいてくる場合には、相手が横強の前に入ったら横強で相手のステップを狩るようにします。ここで横強のクリティカル部分よりも近づかれるようであれば下強でめくりながら間合いを保つようにしましょう。相手に背中を向けている場合は空 N で離れる感じです。
自分が、空前空母などの、空中の飛行動をしている最中に相手が、地上から攻めてくる場合は横行が打てないので横振りのシャドウフレアに変わります。相手がジャンプを多用するようであれば、着地狩りにも横振りのシャドウフレアを利用してあげましょう。あとは地道に崖外まで追い込むことができれば、崖の NB の最大ためからの上スマッシュ、崖離しの2回使わりに対しては上 B 最大ための崖狩りのコンボセットで撃墜まで持っていきましょう。相手に、シャドウフレアを当てている場合には、シャドウフレアの弾の発動に合わせた下スマッシュで、ガードブレイクを狙いながら掴みを通して、火力を稼いでいきましょう。終盤相手が 90% 付近になったらカウンターでの撃墜を視野に入れつつ 110% に到達したら、通常の立ち回りの空前ですねに対して、空後を織り交ぜながら横強で牽制、着地狩りには NB の2段階ためで、バーストを狙っていきます。片翼状態になったら全体のバースト体が 20% ずつ引き裂けられるような形です。ということでいかがだったでしょうか。少しでも皆さんの参考になれれば幸いです。他にも、スティーブやメンメンなんかの解説動画なんかも出したりするので、よろしければご視聴いただければと思います。では、次の動画でお会いしましょう。思い出の中にじっとしていてくれ。私は思い出にはならないさ。